い。それはさ、さっきのあれと一緒よ。ポンって止まれから、だってちょっと見ててこれ。これでいかない？ほら、ここ止まれば行くんだよ。でもそれ意識しないよ。ただゴルフやりたての頃って、こうやって一緒に行かない？インパクトを意識するとこうやって動くよ。だから多分あれさっきのね、ジャイアンツのアミちゃんじゃないけど、こっちで止めるのと一緒で。上半身でやったり下半身でやったりするからグニューってグニューってあれだって一緒に行っちゃったらおかしいもんね。それ打てないの、まあ、そういう時の感覚ってどういう感じなんだなっていうのが、あ、それは分かんないよ。俺によく聞いてたからどうか聞いてみた聞いてみたかった分かるのであれば感覚なんかボールを押してる感覚ってのあるみたいな。あ、それね、ジャンボが言ってたのかしら。アイアン、ジャンボさんってアイアンの時って右のね肘で上げてったものをこうやって押すんだって。腕にはできないよ、そんなそんなイメージわかんないけど、要はこうこうね、右の肘でねボールを押してるって言うんだよね。どんな感覚なんだろう、うちらにはわかんない。ちょっとどんな感覚だ、押すって。伸ばして押し込むって。シャフトがまあトップでこっちにしなったものがこっちに押す、戻るよ、うんうん、時の押すとは違う。それとは違うんじゃないかな、分かんない。もうそれ感覚の世界は分かんない。そんなの問い詰めるとおかしくないけど自分で。
この2番とかってあんまり触れないじゃん。これ意識しちゃうとさ、フェースをさボールに意識してしちゃうとさ、当てようとしてさ、なんかまあそれでもまあちょっと当たるけどさ、なんかおっちゃんスイングになるじゃん。こういうね、だからとにかくソールをボールの真下に落とすイメージが一番。じゃあ何、ドライバーはどうなの？ドライバーはどうにしてるの？俺は何も考えない。もうここに合わせてボールの大体1個半ぐらいのフェース面がこうやって来てるから離れてるから、そこだけ見てる。そこだけ見て何も考えない。ボールを画面そこだけにしておいて上げていったらトップからポーンって返すだけなんだ。アイアンとはちょっと違う。でもきっとじゃあここソールをこれウッド持たないでしょ。ウッドはドライブしかないから、だからいつもそうやってるんだけど、例えばこれがヘアウッドでさ、ね、あのスプーンとかさだったら多分きっと同じだと思う。この滑るよね、こうやって滑るでしょ。だからそれを滑らせるんだから、ボールの手前に直接じゃなくて落とすんだと思う。落とせないけどねだから多分そういうイメージなんだろうな。セカンドはさっき言ったみたいに、例えばもうミドルだったらそれこそ8番9番ピッチングぐらいでしょ。セカンドショット8番ぐらいでしょ大体。俺は9番とかピッチングになっちゃうけど、ただもう本当にどんなラインのソールをこのボールの真下に落とすイメージしかないんだよ。その時やっぱりボール見ないよ絶対に。これ落とせばいいんだよ。上げといて、でそれがもし体が疲れてきちゃったらこういうイメージで上げたら、今のはここだけです。これだと年寄りもいいし、上がりの何ホールか行った時に足なんかガクガクしちゃってるの。60前後になってみんなそうだから、そんな時にねいいスイングしようと思って、下半身リードなんつってガーッてもうむっちゃくちゃになっちゃう。だからそういう時こそ下半身を止めといて、それも上げといたら手使わないから上げといたら、はい、その方が安定したな、ね、まっすぐ行くんですよ、球は。だからこれを進めてる。だけどみんなやらない。信じてない。